サッカーギリシャ代表 UEFA 欧州選手権2004決勝、ポルトガル戦でのアンゲロス・ハリステアスの決勝点サッカーギリシャ代表はギリシャサッカー連盟によって編成されるギリシャのサッカーのナショナルチームである UEFA 欧州選手権1980予選においてハンガリー、ソ連、フィンランドと同じグループに入り最初に2連敗するが残りを3勝1分で切り抜け1位突破を 果たし、初めて主要国際大会への出場を果たした。本大会では1分2敗でグループ4人に終わったが、優勝した西ドイツとグループステージ第3戦で引き分けた。1994年のワールドカップアメリカ大会に初出場し、ナイジェリア、ブルガリア、アルゼンチンと対戦したが、ヨーロッパ地区予選を一番乗りで突破した。 時間差アドバンテージを全く活かせないまま参戦全敗となりグループリーグ敗退を余儀なくされた。1998年のワールドカップフランス大会の地区予選グループ最終戦は勝てば出場権獲得というホームのデンマーク戦だったが0から0に終わりグループ3位で突破を逃した。その後しばらくは国際大会への出場機会がなかったものの2004年の UEFA 欧州選手権2004では開催国ポルトガルやフランス、チェコといった競合を抑えて初優勝を成し遂げた。ユーロ2004を制したことで2006年のワールドカップドイツ大会への出場も期待されたがヨーロッパ予選でウクライナ、トルコ、デンマークに次ぐ4位に終わり予選敗退に終わった。2006年7月3日から10日間フィーファから サッカーの国際活動を禁止された。UEFA 欧州選手権2008予選では、ドイツ W 杯予選でも同組になったトルコを、はじめのルウェイなど実力がきっ抗したとみられる、グループ C に入った。初戦3戦は金賞得点ながら、無敗を続けたが、第4戦となる2007年3月24日、アテネでのトルコ戦にて1の4の大敗を起死した。 翌3月25日がオスマン帝国からの独立記念日に当たっていたこともあり、トルコのメディアからは屈辱的な報じられ方をされたという。この敗戦はギリシャ代表にとって少なからぬ危機となったが、その後立て直しに成功し10戦目となる10月17日のアウェー戦イスタンブールではヨアニス・アマナティディスのループシュートで0から1の勝利を収め、 ホーム戦での雪辱を果たすとともに予選通過を果たした。結局敗戦はアテネでのトルコ戦のみ10勝1分け1敗の勝ち点31で予選首位通過を果たした。2008年6月の UEFA 欧州選手権2008本大会ではスウェーデン、ロシア、スペインに敗れ3戦全敗でグループリーグ敗退に終わり大会連覇はならなかった。 2010フィファワールドカップヨーロッパ予選ではプレーオフの末にウクライナを下し1994年大会以来2度目のワールドカップ出場を果たした2010年6月に南アフリカで行われた本大会ではグループリーグ初戦で韓国と対戦して0から2で敗れたが第2戦のナイジェリア戦ではディミトリオス・サルピンギリスト バシリストロシディスの得点で2から1と逆転勝ちを収め、ワールドカップ初勝利を挙げた。しかし、第3戦のアルゼンチン戦では0の2で敗れ1勝2敗で、グループ3位、1994年大会に続いて、グループリーグ敗退となった。2012年6月の UEFA 欧州選手権2012本大会では、グループリーグ最終戦で、ロシアに勝利し、 グループ A2 位で2大会ぶり2度目のベスト8へと進出したが、準々決勝でドイツに敗れた。2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではグループ2位でプレーオフへ進出し、ルーマニアと一勝1分けで2大会連続出場を決めた。本大会ではグループ C で戦うこととなり、初戦のコロンビア戦は0の3で敗れた。2戦目の日本戦では、 前半に MF のコンスタンティノス、カツラニスが退場となったが、数的不利の中0から0で引き分けた。勝利が絶対条件で迎えた第3戦のコートジボワール戦では、後半のロスタイムに、勝ち越しの PK を決め2から1で勝利し、初のグループリーグ突破を決めた。ラウンドオブ16では、コスタリカと対戦、延長戦でも決着がつかず、PK 戦の末に、 大会から姿を消したものの、前回大会を上回る成績を残した。UEFA 欧州選手権2016では、予選で当時 FIFA フフランキング187位のフェロー諸島に2連敗したほか、最終戦まで勝利がなく1勝6敗3引き分けで敗退した。2018FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選では、グループ H2 でプレーオフへ進出し、 クロアチアと一敗一分けで3大会連続出場とはならなかった。古代イギリシャのファランクスを彷彿とさせる典型的な堅守速攻型のチームであり、主にディフェンスに固めた超守備的サッカーを展開している。その反面、得点力不足が課題とされており、攻撃はロングボールやハイクロスを多用しながら高さを活かした戦術をとっている。水色は 現役選手水色は現役選手。ありがとうございます。